はい、どうも皆さん、こんにちら、えずいこです。それでは今回なんですけども、11月はファインペイスーパーサンデー5%戻ってくるキャンペーン開催ということで、今回はファインペイについてですね。この動画では11月に開催されるファインペイのキャンペーンについてお伝えします。これまでのファインペイのキャンペーンと若干違うので、もし参加される方はぜひ参考にしていただければなと思います。それでは 行ってみましょううということで今回はですね、11月に開催されるキャンペーン3つお伝えできればと思うんですけども、まず1つ目はこちらの11月の日曜日限定ファミリーマートの店舗でファミペイ払いをすると5%戻ってくるスーパーサンデーというキャンペーンでございます。 確か以前もこのスーパーさんで開催されてはいたんですけども、確か7月とかだった気がするんですけども、その時は10倍ということで、確か開催されてたような記憶があります。では、キャンペーンの詳細をじっくりとね、一緒に見ていきましょう。今回のキャンペーンの対象日なんですけども、11月の日曜日ということでございます。11月であれば、11月の7日、11月の14日、11月の21、そして11月の28日、これら4日、 がキャンペーンの対象日ということでございますでキャンペーンの内容ということで先ほどお伝えしたように11月の日曜日にファミリーマートの店舗でファインペイ払いをすると期間限定ファインペイーボーナスの5%還元ということでございますで気になる、ね、上限なんですけどもここに、ね、出てる通りでございます11月の7日500円14日も500円21も500円28日も500円でトータルで最大で2000円相当ということでございますなので単純計算で5%還元なんで500割ることの例 0.05は。 1>, 1万円分ね、毎週使うことによって、上限の500円相当のファインペインボーナスに到達すると。なので、まあ実質4万円使えば2000円相当もらえるということですね。で、今回ね、ちょっとサムネイルとタイトルにも少し入れているところではあるんですけども、ここですね、下記の商品サービスは対象外となりますということで、しっかりと見ていただきたいんですが、対象外の商品のところに、切手はがきとか、あと自治体のゴミ袋とか、ゴミ、ゴミ券っていうんですかね。まあそういったものも対象外であったりとか、まあチケット類、回数券、まあこういったものを対象外と。そして、 公共料金、代行収納。まあ、こういったのもダメですよと。続きましてこちら、プリペイドカード類。そして今回のね、サムネイルにもある、このポサカードというのがね、今回対象外となります。 ここに出てるようなバニラビザギフトカード、アップストア &iTunes ギフトカードなどということで、他にもポサカードといえば、まあこれファミリーマートの公式ページなんですけども、ポサカードといえば今お伝えした iTunes カード以外にも Google プレイのカードであったりとか、まあちょくちょくね動画で紹介してるこの楽天のバリアブルカードとか、そしてアマゾンギフト券ももちろん、あとティーマネーカードとか、先ほどお伝えしたこのバニラビザギフトカードとか、まあこういったポサカードと言われるものが全部が今回対象外ということですので、まあ、正直なところね、ちょっとここは 痛いなといういうに正直思っております。共感いただける方ぜひグッドボタンお願いします。他にも電子マネーのチャージだったりとか、クオカードの発行とか、まあこういったのも全部対象外ですと。で対象外のサービスとして、 ファイマカフェの回数券とか、あとボトルキープチケット、ファインペイの請求書支払い、そしてお試しクーポンのご利用時のファミペイ払いということで、うん、ここまで対象外となると、何買えばいいんだろうっていうね、これがちょっとね、本音なところではあります。で、ボーナスの新定日なんですけども、2022年の1月20日頃ということでございまして、それの有効期限は結構短めです。2022年の3月31日の約2ヶ月ほどということでございます。これね、期間限定ファインペイボーナスあるあるで、本当に新定されたボーナスを執行してしまうっていう人も、 中にはいらっしゃるみたいなんで、付与されたらなるべく早くね使ってください。まあ金額にはよるんですけども、Amazon ギフト券であれば1,500円から1円単位で購入できたりもするんで、まあそういった感じでなるべく早くね付与されたボーナスに関してはこういったポーカードの購入をするっていうのはありかなと思います。で残りの注意事項のところなんですけども、本キャンペーンのエントリーは必要ございませんと。で日曜日のファミリーマート店舗でのファインペイ払いが対象となりまして、ファミリーマート店舗を除く町のお店であったりとかネットのお店は対象外ですということですので、まああくまでも ファミリーマートでファインペイ使ってね、日曜日に使ってねっていうのが今回の目的っぽいですね。まあ、せめて街のお店とかもね、対象にしてくれればね、幅広くファインペイ使えるんじゃないかなっていうふうに僕も一瞬よぎったんですけども、まあ、残念ながらね、もう絶対日曜日のファミリーマート店舗のファインペイ払いが対象ですということでございます。 で、もし、現金とかポイント、クーポン等を併用して支払った場合に関したら、ファインペイン払い分が本キャンペーンの対象となりますということですので、もしこういった風に利用される方はですね、ちょっと注意が必要ですね。ファインペインボーナスを利用したファミペイ払いもキャンペーンの対象となりますということですので、まあ今回はね、ポザカード対象外ではあるんですけども、別の商品を購入すれば、一応ファインペインボーナスの消化にもなるっちゃなるっていう感じですかね。なので、もしね、このキャンペーンに参加される方はですね、この部分に気をつけた上で参加をしてみてください。ちなみに僕が利用するファミリーマートには、 なぜか、お野菜であったりとか、果物とかも置いてたりするんですよね。僕、結構安かったりしたら買っちゃう時があったりするんで、まあ、せめて参加する時は、まあ、それぐらいの購入かなと思います。 ですけど、まあ、無理に参加する必要はないかなと思いますね。続きまして、二つ目の11月のキャンペーンなんですけども、電気ガス料金を支払ってファインペインボーナスをゲットしようということで、先ほどのキャンペーンとはちょっと別になるんですけども、お支払いはファインマのアプリで完結電気ガス料金を支払うと、期間限定ファインペインボーナスが抽選にはなるんですけども、100名様で1000円相当がもらえるというキャンペーンでございます。このキャンペーン自体はですね、ファインペイの請求書支払いで対象の請求書の支払いをすると、抽選で100名様に期間限定ファインペインボーナスを千円相当申呈ということですので、 ま、普段から、まあ、スマホ決済とかで、正規書支払いをされている方はですね、参加してみてもいいのかなと思いまして、まあ、全部が全部対象ということではないんですけども、北海道電力、東北電力、北陸電力、東京電力、中部電力、関西電力、中国電力、九州電力、沖縄電力、電力の場のは、こういった感じ。そしてガスもこんな感じですね。で、四国電力、細部ガス及びその他の電気、ガス料金は対象外となりますということですので、もし参加される方は、該当される方はですね、ちょっと抽選にはなるんですけども、参加してみてもいいかなと思います。キャンンペーン期間は まあ11月30日まで開催中でございましてもし当たってればボーナスが付与されるのが12月の末そしてその有効期限も2月の28日までということですので期間限定ファインペインボーナスなんで短めですねで支払い方は至ってシンプルなんですけどもメニュー画面の下にサービス一覧というところがあるんですがそこに請求書支払いってありますあとはスマートフォンでバーコードを読み取るだけで支払うことができるとでこのキャンペーン自体も特にエントリーというのがないので ま、サクッともう支払うだけで OK みたいなんで、ちょっと抽選にはなるんですけども、もし参加される方はね、こういった感じで支払ってみるのもありなんじゃないかなと思います。最後三つ目なんですけども、これ以前ね、動画でも少し紹介したんですけども、抽選で最大1万円相当のボーナスが当たる、ファインマのアプリを立ち上げるだけっていうことでね、とりあえず立ち上げるだけでね、ファインペインボーナスがもらえるっぽいです。で、キャンペーング期間すでに始まっておりまして、11月30日まで開催中でございます。期間中、ファインマのアプリを立ち上げると、抽選で最大1万円相当のボーナスが当たると、で、月と月ヶ月 1連続で立ち上げていただくととと2 2当選確率が2倍になると、まあ、僕の動画を見られている方であれば、ファインベーね、開かれてくれる方はいらっしゃると思うんですけども、そういった方は11月も開くと当選確率が2倍になります。ご参加には期間中にファインマのアプリにログインをして、バーコード画面を表示いただく必要がございますということですので、まあ、とりあえず立ち上げれば OK っぽいですね。 得特典内容、当選本数ということで、まあ、ちょっとね、限られているところではあるんですけども、3等、外れても3等で1円相当が当たるんですが、2等の場合は1000円相当百100名様、そして1等の場合はファインペインボーナス1万円相当が10名様ということでございます。ファインペインボーナスの新定日に関しては12月の20日、そして有効期限に関しては付与されてから2月28なんで、これもね、結構短めの期間でございます。なので、とりあえずね、この動画見られている方はファインペインのアプリを立ち上げておいてください。ではですね、先ほど最初にお伝えした スーパーサンデーについてのまとめなんですけども、特典内容として毎週日曜日5%還元。対象期間は11月を7日、14日、21日、28日と。そして参加条件なんですけども、日曜日のファミリーマートの店舗でファミペイ払いを行うことというのが条件でございます。それぞれ1日ごとに500円相当まで。なので1万円分使ったら上限に到達します。それが1、2、3、4。なので期間中最大で2000円相当まで。対象外のものいろいろあるんですけども、公共料金とか代行収納、そしてポサカード、こういったものが対象外 ということですので参加される方は気をつけてくださいで、新手時期なんですけども2022年の1月20日ということでございますで、もしね付与されたらなるべく早くね消化することをお勧めしますまあそんなこんなで今回はファインペンのキャンペーン大きく3つに分けてお伝えをさせていただきました正直な、ね、今回のこの5%戻ってくるスーパーサンデーに関したらどういった方がお勧すすめかというともう本当に日常的にもうファミリーマートを利用されている方例えばまあ、お弁当を買ったりとかお菓子を買ったりとかジュースを買ったりとか ま、あ確かにね、スーパーとかと比較すると若干高いとこではあるんですけども、ま、あ仕事の行くついでとか、ま、あお腹が空いたらすぐ利用するとか、もう普段からガチでファミリーマートを利用されてる方は、ま、あ日曜日ではあるんですけども、使ってみる価値はあるかなと思います。まあ、正直なところね、対象外の項目が結構多いので、僕自身はフルで利用するかどうかっていうのはちょっと難しいとこではあるんですけども、もしね、何か買うものがあればですね、もしそれが日曜日であったら、ファインペイ払いしてみようかなというふうに思っております。あ、ちなみにあの、三井住友ナンバーレスとか持ってる方はね、全然それで決済 すするのもありです今回お伝えさせていただいたキャンペーンのそれぞれのリンク概要欄貼っておきますんでまたね詳細気になる方いらっしゃればチェックしていただければなと思いますということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました